ヴィンセント・デュビニョーは、アメリカの生科学者。脳下垂体のホルモン、オキシトシン及びバソプレシンの分析及び合成を行い、生物における、オ様化合物の働きに関する研究で1955年のノーベル化学賞を受賞した。イリノイ州シカゴ生まれ。初等教育を受けた後1918年、イリノイ大学に入学、1924年に、 同大学で修士号を取得。1927年、ロチェスター大学で博士号を取得した。その後は、全米研究会議の奨学金により、ジョンズ・ホプキンス大学医学部、カイザービル・ヘルム工学研究所に留学した。その後、イリノイ大学の教授を経て、1932年に、ジョージ・ワシントン大学医学部の生科学の正教授となり、1938年に、 コーネル大学医学部の生科学科教授となったニューヨーク州ホワイトプレーンズで没彼の研究は硫様化合物に関するものが主であったシステインやメチオニンといった岩流アミノ酸の生合成やその誘導体に関する研究を根幹として脳化水体ホルモンの合成と構造決定を行ったまたビオチンの合成などにもその足跡を残しているありがとうございます